もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、いやー、いよいよ、ホップおった。あいな。びっくりした。近づかんと見えんもんな。どんな感じになるんやろ。応援に来てくれたってことよね。ガラル最高のシュートスタジアム。お前に最強の戦いで世界を熱狂するんだぞ。こんな遅い時間からなんやね。朝っぱらからかと思った。さあ、受付をしてこいよな。頑張って行ってきます。行くぜい。ふわー。キャーやな。めっちゃ応援されてる。頑張れ。いいファイト。後悔するなよ。今回もチャンピオンの連勝記録更新だろ。そんなことないって。私が勝つって。決め手に欠けるとか言わないでくれるかしら。誰が勝つのかな。私です。愛の選手、お待ちしておりました。セミファイナルトーナメントを制したあなたを、本気のジムリーダー7人が迎え撃つファイナルトーナメント。またジムリーダーたちと戦うの？勝ち上がればいよいよチャンピオンとの試合。選手控室に行かれますか？行きます。では、ご案内いたします。何？さらにパワーアップしたジムリーダーたちってこと？めっちゃ勢ぞろいやん、やば。ってことは結局ここもまた戦うんか。目指すのは優勝かね。ダイマックスを使わずに勝って、スパイクタウンのみんなの誇りと笑顔を取り戻したいのですよ。ってことは、この試合会場でもダイマックス使わんのネズさん。勝ち残りダンデンに挑む。俺様にはそれしかない。でなければジュラルドンたちに報いることができないからな。ジムリーダーたちもみんなダンデンと戦うの？この勝ち上がりっていうんか、これも。なるほどなるほど。私だけじゃないんやね。みんななんか。不思議です。確かに心は少しざわついていますが、ただただ試合が待ち遠しくて。ジムリーダーたちは何？チャレンジャーに負けても、ここまでは来れるんよね。ジムリーダーはその特権があるってこと？ポケモントレーナーとして最後までサバイバルするため、僕はチャレンジを続ける。チャレンジをしていれば、いつまでも輝きを放てるよ。これ思いよったんやけど。すごい、席なんや。さっさと終わらせますよ。僕たちの印象を強く植え付けるだけです。1回戦の相手がキバナさんとはついてないな。天候をあれこれ変えられても粘っていきたい気持ちですね。やろうとキバナが1回戦ってこと？私？ファイナルトーナメント開会式ですね。ジムが整いましたらコートにお迎えください。お久しぶり。ジムチャレンジャーに試すように試合とは違い、今度は真剣勝負だからね。もう今度はポケモン勝負のみってことか。コートに行かれますか？そろそろ開会式ですよ。行きます。ではどうぞ。このそうそうたるメンバーの中、私が一人。いやー怖いね。誰なんやろ一番最初。普通に今までの順番通りかな。あれ？あのおばあちゃんおらんかったことない？あのおばあちゃんどこ行った？改めて名乗ろう。俺はチャンピオンのダンデ。訳あってリーグ委員長の代わりをさせてもらう。来てないんや。ガラルのポケモントレーナーをより高めに連れていくために。何より俺のために最強のチャレンジャーを決めてくれ。さあ、今ここに宣言する。ファイナルトーナメント、開催だ。ローズさんの妨害が途中で入りそうな気がしてならない。待ちなよ。もうなんかすごいポップないでたちで。誰だ？あれ？リート？何？皆様よろしいでしょうか？僕を覚えているでしょうか？ジムチャレンジ無念のリタイアとなったビートです。ビートだ！ローズ委員長が推薦したジムチャレンジャーだ。アイナ選手とは朝からの因縁があります。ルール違反は承知です。その上でお願いします。選手生命をかけて勝負をさせてください。そういうのありなんですか？この場所で。負けたらトレーナー引退です。そこまで。なんというハプニング。ジムチャレンジャーだったビート選手の乱入だ。楽しそうじゃない実況。ビート選手について審議しております。スタジアムの皆様、テレビの前の皆様、しばらくお待ちください。むちゃくちゃなのは僕自身がよくわかっているよ。でも言わないわけには、動かないわけにはいかないんだ。あなたのせいでめちゃくちゃなんだ。オリーブさんに頼まれてローズ委員長のために願い星を集めていたのに、委員長には見捨てられるし、わけのわからないばあさんにフェアリータイプについて朝晩叩き込まれるし、んなこと言う割には、ユニフォームはフェアリータイプのユニフォームよね、これ。わかりますか？ピンク色に囲まれてフェアリータイプのポケモンでクイズと勝負の毎日。何それ、そんなことさせられよったん。ああ、こんなに暑苦しく思いを語るなんて僕のキャラじゃないのに。なんと、チャンピオンが乱入を認めました。おお、マジで？ガラルのトレーナーを強くしたいチャンピオンの愛でしょうか、それともアイナ選手への試練でしょうか。ゲーム上の演出です。じゃあまず B と戦ってからジムリーダーたちとってこと？僕のハートは砕けてなんかいないんだ。まあ頑張っていこうか。強くなったんかな。ジムリーダー？ジムリーダーのビートが勝負を仕掛けてきた。いつジムリーダーになったんだ。え？後を継いだの？え、後を継いだの？そういうこと？わからないけど。無理を通したんです。僕たちは勝つしかない。そんなこと言われましても、私はここまで勝ち進んできたんだ。勝つしかないんだよ。何を言ってるのかわからないけど、とりあえず火炎ボールで。ねえ、無理を通したからといって、いきなり乱入してきた相手に勝たせるわけにはいかないんですが。はい、一発。はい、一発。よしよし。サーナイト。フェアリーか。あ、そっか、もともとこの子、フェアリータイプ使いよったよね。ってことは、それおばあさんにも、気に入られるやろ。フェアリー。鋼がいいんか。よし、行こう。いけーい。もうこっちは、めちゃくちゃいかつい感じで行くよ。めっちゃいかつく行くよ。相手あと3体か。ってことはもうここでダイマックスしたんでいいんじゃないかな。よし。大スチール。もう残りの3ターンずっとダイマックスでいくことにするよ、私は。ふう、いいね。超いかついね。フェアリータイプに対して。大スチル。攻撃技もめちゃくちゃいかついよ。はい、効果抜群。いいね。防御力もアップ。ビートに勝ち進めさせたりとかはしないからな。お、アーマーガーレベル71、ホロイドレベル55。自分の手持ちだけでも結構なレベル差がある。ギャロップ？いや、あ、そっかそっかそっか。え？どうなんやろ？あ、ポニータ進化したんやね。ね、夢かポニータ進化したんや。なるほど、ギャロップになってもああいう感じなんやね。普通に今一瞬炎タイプかなって思ったけど、この子が持っとったポニータは、ね、夢川やったけん、フェアリーやね。ちょっとなんか普通のギャロップに比べてもキリッとした感じなんかな。目が。もうちょっとパッチリしとっても可愛いと思うけど。ブリムオンってどんなやつやったっけ？ちょっと覚えてないけど。その余裕。勝ったと思ってるんでしょうね。思ってるよ。なんせずっと一発でやってきてるから。この子も進化した？なんか見たことない気がする。多分、わからんけど。おったっけ？こんな子おらんかったよね。大いなるピンクを見せましょう。ブリムオン、巨大マックスです。大いなるピンクとは。結局、あれやね、ちょっと、ピンクに洗脳されとるやん。ブリムオン。いや、しかし、一発で倒すよ。フェアリーやろ？見た目的に。ちょっと巨大化したら、不気味やけど。大スチルー。おっしゃ、一発。ごめんね、でかくなったのに。せっかく一瞬で縮んでいく。かわいそうに。しかし容赦はしない。お、チェリムレベル56。ふう、いい感じやね。アーマーがジムリーダーのビートとの勝負に勝った。イエイ。もう大丈夫。終わったですが、皆様にフェアリーの良さは伝えましたよ。ちゃんとその使命は持ってやってきとったよね、ここに。吹っ切れたような顔やね。負けた。おっと、愛の選手と自慢のチームメンバーがビート選手の挑戦を跳ねのけた。おい、ビート選手、悪くない試合だったぞ。おお、いいやん、反応。引退したらもう一度デビューしろ。なんてことだ。あなたにリベンジできれば OK。負けても引退してばあさんから逃げるはずだったのに。やっぱりあなたは迷惑だ。みんなに認められたら、フェアリータイプのジムリーダーを続けないといけない。やっぱりついとったんやね。まあ僕の才能でしたら、ポプラさんなんかあっという間に超えますけどね。スタジアムは2人の若者を称える声でいっぱいだ。温かい、優しい世界やね。さて、愛の選手、予想外に試合のダメージを回復するため控え室に。こっちダメージあったかな、なんか。なかったような気がするけど。ビート選手の乱入、大変でしたね。まあでも、一応、あれやろ、フェアリータイプのポプラさんの代わりやったって思えばいいってことよね。準備が整いましたらコートにお迎えください。いよいよファイナルトーナメントです。ここからが本番みたいな感じみたいけど。お、みんないない。なるほど。いきます。ふぅ。さあ、誰だろうか、相手は。お待たせしました。いよいよチャンピオンカップファイナルトーナメントの始まりです。仕切り直しやね。第1回戦、第1試合。まずはチャンピオン推薦の地味チャレンジャーアイナ。相手はレイジングウェーブ、水タイプの使い手ルリナ。おお、ここか。ってことは電気タイプでいけばいいかな。バウスタジアムで戦った時よりはるかに強くなっている。さすがは無敵のチャンピオン。人を見る目もチャンピオンクラス。でもね、あなたはチャンピオンではないし、なれないし。だってあなたにモダンデに向かつのは私ルリナだから。私はあなたを見くびらない。今度こそダイマックスで世界の果てまで流し去ります。流さないで。濁流的な感じ。電気タイプ。電気タイプということはパッチルドンかな。ジムリーダーのルリナが勝負を仕掛けてきた。具足武者。この子水タイプ？水ではないような気が。あれ？何タイプだ？ソニアががっかりするけれど、あなたのチーム流し去りますね。ソニアって誰やったっけ？この子、何？虫タイプ？わからねえ。火炎ボールで行く。どや。おお、一発やけど。別にコンボするなわけじゃないんやね。うん、ちょっといまいち何タイプかよく把握しきれんかったけど。お、グループレベル47。カマス嬢。誰や。このまま行こう。あ、カマスか。魚か。なるほどね。あ、じゃあもうここから水か？ちょっと待って。パッチルドンでいくわ。電気、電気。さすがにね、水タイプに炎タイプでは、まあ、レベル差で大丈夫な気はするけど。めっちゃ寒そう。パッチルドンめっちゃ寒そう。でもかわいい、なんか。いいね。へっ、麻痺したな。よし、ここで放電。私は相手がラスト3体になったらダイマックスすることにする。オッケー。これでおう、東王。いや、このまんまいきます。最初の1体だけ違うタイプ出してくる感じかな。みんなどうなんやろ。これであと3体なわけやね。よし、ダイマックス。そして第3弾いきます。やっぱりね、3ターン分みっちり使っていかんとね。いや、もう1ターンでやっつける気満々なんやけど、1体1体。よっしゃー、いくぜー。おお、怪獣やん。第3弾いけい。おー、やばいね。やばいね。確実にあれ、周りの観客もしびれることない。足元に電気が駆け巡る。私らもしびれとるはずよ、あれは。ペリッパーこのまんまいきます。さあ来いよ来いよ、かわいいな。ペリッパーの口の中にちょっと入ってみたいと思う。生臭かったりとかするかなかなり生臭いと思います。第3だ、いけい、おいしいぞいいぞ、効果抜群だ。かじりガメ、かじりガメは私も使ってたからね。最後の1匹じゃないの、隠し玉のポケモンなのよ。ジムでもそんなこと言ったよね確か。お、巨大化したらお互いにちょっと怪獣っぽい感じじゃない。相手はガメラですね。スタジアムを海に変えましょう。かじりガメ巨大マックスしなさい。みんなこう巨大マックスするときには歌みたいな歌うんやね、周りの観客たち。応援歌なんかな、ルリカ側の人間ってこと。手が短いめっちゃ短い。バランス取るの難しそう。第3だねえ、めっちゃ倒れそうじゃないあれ。はいバーツ、良きだね。ふう、まあほらやっぱり私もパワーアップしてここまでやってきたから、事務戦の時よりもね。イエイ私たちの勢いを受け流し、当たり前のように勝つのね。めっちゃ雷みたいなの鳴りよりは周り怖っ。しかも向こうは向こうで雨降らしとるやろ、絶対感電するやん。勝ったのはアユナ。ジムチャレンジに続いてまたしてもルリナを撃破。あなたたちの存在感あまりにも大きすぎて、相棒をダイマックスさせても流し去るなんて無理でした。そういえばあなたのことをソニアが褒めていたんだよね。なんて褒めていたか、ちゃんと聞いておけばよかった。今頃ガララのみんなはあなたに夢中だろうね。私たちに勝った流れに乗って、決勝まで行っちゃいなよ。あ、そっか、ソニアはあれか。マグノリア博士の孫。それでは皆様、第1回戦、第2試合までしばらくお待ちください。おう、1回戦の結果です。ってことは、次は誰？斉藤さん？斉藤さん。格闘系ってことか、次は。なるほど。頑張っていこう。格闘系ってことは飛行タイプで攻めていけばいいんかな？アーマーガーでいけそうやね。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今までというか、こう手元でね、ボックスでポケモン入れ替えることができるけん、こういうところでも入れ替えれるってことやん。めっちゃいいやんね。楽や。